こんにちは崎です今回は西武の外国人選手についてお話ししたいなと思います正直西武ファンなら大体お察しいかもしれませんが今の西武の低迷の要因の一つでもある外国人選手の不信マルティネス、ソン・チャーホーマーティン、ロメロ、ロドリゲスなど必ずしも全チームが外国人選手が予定通り活躍しているというわけではありません まあただ、西武に関して言うならば、全員活躍しているとは言えないかなと思います。で、今の外国人選手の成績、こちらになっております。はい。まあ、正直、枠すら余っているというような状態なんですよね。で、現在の先発防御率が4.31、QS 率37.4%でリーグワースト。野手では打率2割4分7厘でリーグ5位。87本塁打はリーグ4位。OPS6 割9分2厘でリーグ5位。ハムがいなければ、野手でも最下位争いだったと思うんですよね。 デニールに関しては1年目に17試合で100点1回、12勝1敗、防御率2.87と優勝に貢献し、複数年契約となったのですが、昨年は21試合で112回、6勝8敗、防御率5.22。勝利がついても良い試合がありましたが、防御率は5点台でした。 そして今季も相変わらず、左に対しては勝負できる球がなく、高めに浮いてのー打が目立ちます。まあ、もともとスピードボーラーではありませんので、いかに低めに徹底できるか、そして工程のバランスをどこまで使っていけるかという投手ではありますので、2年目から少し苦しむんじゃないかなと思っていました。まあ、その中で想定通りというか、想定以上に苦しんでしまいました。昨年の高橋光成選手以外では、ニエルが21試合で112回、6勝8敗、ボーゲルツ5.22、松本選手が20試合で1 2回、 103 4.37回6勝7敗防御率 4. 37今井選手が19試合61.2回3勝4敗防御率6.13みたいなローテーションではないんですが今年も今井選手松本選手が後半に苦しみ始めてきちゃったんですよねでそういう時こそ外国人選手に頑張ってもらう必要がありますが残念なことにアピールできずホークス相手に9失点という内容で辻監督からもかなり厳しいコメントがありました 後半、今井選手、松本選手が苦しいとはいえ、今の先発序列的にはこんな感じになります。で、ニールも必要ではあるんですが、さすがに最近の内容を考えて、まあ、正直そろそろ見切ってもおかしくはないというか、年俸的に考えると相当厳しいと思うんですよ。で、渡辺選手のアピール、今、間隔を空けながら登板となると思いますが、そろそろ入れ替えしてもいいかなと思いますし、先日のソフトバンク戦はかなり致命傷にもなるのかなと思います。 でこの序列的に考えると、これからまあ上間選手、与座選手、本田選手、浜江選手もお試し的に一軍で使っていくと思いますが、この選手たちの二軍成績がこちらになります。はいまあ、防御率的には良いですよね、ただ残念ながら失点と自責点との乖離が非常に大きいこと、まあ、いかに西武の二軍守備が悪いかというのはなんとなくお察しだと思いますが、ファームでも基本、5回2失点だとか、6回3失点、7回4失点というのが多くて、自責点が1、2ということが多いです。 まあただその中で、本田選手、与座選手はずっと投げていて、浜マ選手、上エ選手は少し1ヶ月ほど間隔が空いたところがあって、内海選手は1ヶ月今日登板がないというような状況になります。まあ少しずつ谷間候補が増えてきているのは朗報ですし、本田選手、与座選手に関しては、まあさすがにまだまだピンチを作ることはありますが、少しずつ低めに集められる投球だとか、まあそういう部分は見えてきていますので、ちょっとずつ良くなってきているのかなとは思います。前半戦、3本柱がががっつり固まっていて、プラスで、まあ チャレンジ枠で渡辺選手でこの選手たちを試していく中でニールも存在感を示してほしいそれならばローテーションある程度まとまってくるかなと思っていたんですが、まあ、そういうわけではないですしこの選手たちもまだまだ1軍でアピールできているという段階にはなっていません。 まあ基本的にローテーションということは常に苦しいわけではありますが、まあ、このローテーションの中で存在感を示せなかったニールに関しては見切られてもおかしくはないのかなと思いますでダーモディですが知識を出さない投手として来日も正直起用もわからないですし先発中継ぎどちらでも炎上が続きます今2軍のイニングイーターにすら慣れておらずリリーフでも厳しさが伝わってきます スピードは150キロを超えるサワンですが、スライダー、チェンジアップが緩く、高めに行くことも多くて、見切られている印象もあるんですよね。クイックが致命的課題すぎて、ランナー一塁になると、まあ彼も気にするし、そして相手もそこをついてきます。昨年、イースタン最多賞の榎田選手は、今季中継ぎ挑戦と、たびたびの打球直撃による骨折。そして斉藤弘正選手も手術。そして佐々木選手が当初当番がなく、中盤に1軍も含めて経験も苦しい結果、まあ、2軍でもなかなか安定して、 して結果というか、まあ、どういう投球をしていくのかという形が見えない中であの報道がありましたまだまだ浜江選手も全体の強度や安定感と足りない部分があるんですが彼が左腕先発で唯一かつ将来性のある選手なんですよね吉川光雄選手も16試合で50点1回6敗防御率5.7228三振24四四球39失点自責点32 まあ正直2軍成績でこれっていうのはかなり厳しいんですが、イニングを投げてくれてたんですよね。で、これ、当初中継ぎで大炎上してしまった後は、先発でまずまずだったんですよ。ただ、ここに来て連続で大炎上してしまったんですよね。 まあそこを考えると、さすがに見切られてもおかしくはないんですが、内海選手が11試合で50回、5勝2敗、防御率3.60とまずまずながら、登板から離れていることを考えると、濱谷選手以外の左腕が全く持っていないんですよね、先発に関しては。まあ、なので、即ダウモディ中継ぎと判断することも難しかったのはなんとなく分かりますし、吉川光夫選手いらないと、今すぐにまあもう切り捨てるというか、見切るっていうこともできないん。 じまあそれがいかに西武の先発が苦しいかって話なんですけどサ左ンにこだわる必要はないと思いつつもじゃあ右腕がそこまで充実してるかっていう話でもあってまあ優先順位も低くてもいいんですけど本当に今年リリースするならば他でチャンスがあってもいいのかなとは思いますたださすがに2軍でこの成績の中堅選手を1軍に上げる理由も特にないかなと思いますので、まあ、今年に関してはもうサワンは諦めて本田選手上間選手与座選手浜谷選手にチャンスは回ってくると思うんですよね まあ特にこの浜江選手頼みになってしまっている先発と将来性というところに関しては必ず追加が必要だと思っています、まあ、正直リリーフでもこんな感じで先発右腕が93試合で520回30勝29敗防御率4.10先発左腕が14試合で56.1回2勝5敗防御率6.23援ウ右腕が295試合で306回8勝15敗76ホールドポイント31セーブ防御率3.65 救援サワンが73試合で55.1回防御率5.04まあ救援サワンもロンツルに値しないんですがこの中で入ってこれないダーモディはさすがに残す理由がなくなってしまいましたサワンで1 5 0キロ計測できるのは西部の中ではもちろん最速ではあるんですがさすがに厳しいんですよねでもともと中継ぎという経験があったので先発で厳しかったとしてもじゃあ中継ぎで本領を発揮してくれって言ってこの中で入ってこれないとなると まあ厳しいですよねクモ保選手がすでに2軍登板し小川選手が24試合で24.1回一勝一敗防御率1 1 1 1十6三振9失点自責点3だんだん上がってきてるかなと思っている中でついに初の自責点彼が昇格となっていないのはまだスピードが戻ってきていないからというところかなと思います基本的にスピードは130キロ近辺です 1で一軍で武隈選手がいなかったらどうなっていたか、正直彼も勝利の方程式というわけではないので、本当に致命的課題ですし、そこに入れてこないダーンモディは厳しいかなと思います。で、一方、ギャレット、正直彼も安泰ではないですが、まあ、なぜあれだけのスピードがあって打たれるのかはよくわかりません。最速162キロ、ツーシーム、カットボール、スプリット、アックルカーブと、まあ、武器というかカタログスペックだけ見たら、めちゃくちゃ、 いいですよねほぼライデルですよね。しかし、ストレートの左率は2割9分ですし、ナックルカーブも3割8分2厘です。困ったらストレートになってしまいますし、ライデルほどの請球力はありません。ツーシーム系もあるんですが、ほとんど使ってないんですよね。で、スプリットは17三振で、ストレートが31脱三振。特にカーブは左に使えるのが良いところで、西武の左投手課題もあって、対左2割2分9厘の彼が使われるのは納得です。ただやはりスプリットの質、もっとこれで三振を取ってほしいですし、この精度、もうこれをもう少し、 頼れるよううな変化球にして欲していいというのが本音ですストレートが入らない、高めに抜ける日は立て直す引き出しがないんですよね。で、セットアッパーの序列も掴み切れていませんし、昨年同様にこの時期に失速しました。今はビハインド要因になっています。 しかし、これでも西部の外国人選手の中で実は最も良いというのが苦しくて、安定感はなく課題も目立ちますが、28歳で162キロ、スプリット、ナックルカーブ、これが投げられる投手を今西部が獲得できるとは思いませんし、なおさら今季ほぼ全外国人選手の入れ替えが予想される中で、できれば彼を残したいなと思います。で、本人の都合というか希望次第ですが、チーム的には何とか保険で置いておきたいところです。そして、スパンジェンバーグ。 昨年は2割6分8厘、15本塁打、26二塁打、8三塁打、57打点、1 5 3三振、OPS8 割7厘、12盗塁と、外野手が圧倒的な攻撃マイナスの中で、WRAA、唯一見れる数字だったんですよねで。もちろん守備ではマイナスというか、基本的にもともと2塁、3塁メインで、外野も守れるユーティリティ選手なので、仕方ないところはありますし、この編成も、まあ、どうかと思いますよね。まあ、今期はメインポジションを内野で挑戦。 で、強権ではあるんですが、三塁でも安定しなくて、打撃でも振らないんですよね。で、もともと多い三振に加えて、今季は長度も少ないんです。他の選手たちのアピールもあって、今は基本的にサブになっています。で、もちろん10本、OPS7 割コブ近辺ならサブで置いておきたいですし、UT ならなおさらですが、まあ、この中で起用されないともなりますし、助っ人としては厳しいんですよね。ね、OPS 的に考えるとチームの上位ではあるんですが、まあ、さすがに、この人メインで戦っていくというのは厳しいところがあります。 でギャレット同様ですが正直5人全員入れ替えでもおかしくはありませんでコロナを理由に昨年全員残留ダーモディのみの補強だったことは今でも正直信じられないですもちろんメヒア残留でもいいんですが基本はスパンジェンバーグプラス誰かプラスアルファでメヒアなら良かったと思いますがスパンジェンバーグとメヒアだけで行くっていう体制になったまあ経済的なところはあるかと思いますがさすがにそれで 打開でできるわけなかったんですよね全員リリースでもおかしくはありません本気でチームを変えたい変えないといけないとフロントが思っているならばそういう体制もありだと思いますで今季首脳陣体制も何らかの変化があることが予想されますしチームをガラッと変えていくならば外国人選手全員入れ替え野手で2人プラス投手3人獲得良いと思います しかし、さすがにそこまで西部球団ができると思っていないというか、そんなことができるならば、もう流出続きの年にやってると思うんですよね。で、何度か申し上げてるんですけど、補強っていうのは補って強くすることなんですよ。で、秋山選手移籍でスパンジェンバーグ獲得などは、ただの補いなんですよね。で、それにすらなってないんですよ。で、菊池選手の移籍でニール獲得も補いなんですが、強化っていうならば、もう1枚必要なんですよ。 で、全員入れ替え、先発二人、プラス他球団から一人獲得、中継ぎ一人、プラスギャレット、プラス野手二人、本気でやるならば、これぐらいしないと多分無理ですよね。 まあたださすがにここまで試合化的に余裕もないですし、まあこういうところをセーブが今までやってきた試しはないので、現実的には先発2人プラス中継ぎ1人、プラスまあ野手2人くらいかなと思います。DH とガイアアンバランス覚悟で行くのもまあ今の段階ではあれだと思います。それぐらい攻撃力課題は顕著なので。で、そもそも外国人枠は今5人登録できて4人出場できます。その中で5人獲得する必要はないですし、多めに取る球団がほとんどなんですよね。 で戦力が厚いチームならいいかもしれませんが、今はかなりペラペラなんですよ。で、それならもう6人獲得とかも言ってもいいと思いますが、そこまで球団ができるとは思っていません。まあ正直昨年のヤクルトのようにサイスニードを獲得して、スアレス、マクガフを残した上で、ドミンゴ・サンタナ、えー、ホセオ・スーナを獲得。まあこれですでに5人。プラス他球団からバンデン・ハーク。まあこんなような体制がある種理想でもあると思うんですよ。はい。 で、パターンとするならば、全員入れ替えで、投手4人、プラス野手2人。これもありだと思います。で、全員入れ替えで、投手3人、プラス野手2人。まあ、さすがに現実的なところで言うと、全員入れ替えならこの2番かなと思います。で、ギャレット残して先発2人、プラス野手2人。これで5人。まあ、これも現実的なところだと思ってて。で、ギャレット・ニール残して先発を1人追加して野手2人。まあ、保険的にギャレット・ニール、プラス先発1人。まあ、ここも現実的かなと思います。で、ギャレット・スパンジェンバーグ残して、先発を2人獲得して野手を2人。 まあ分からなくはないですが、この5番ならば中継ぎをもう1人他球団から1人とか、仮にリリースされればですが、中日のロサリオのような選手を獲得したいところです。仮にスパンジェンバーグを残しても野手2人は欲しいですし、ギャレットを残しても中継ぎ補充は欲しい。先発は最低2人いないと回らないと思います。ただ考えられるケースとして、ギャレット、スパンジェンバーグ2いる。プラス野手1人、プラスサワン1人。まあ単純にメヒアとダーモディの人数合わせなんてことになったら、まあ最悪。 っって言って言いいと思うんですよね。来期も特に変わらないいと思いますで。もちろん経済的に難しいことは何となく察してますがもちろん野手ともに外国人選手に頼らなくていい戦力層ではないことは明白で誰もが分かると思うんですよで近年補うだけの動きさえもまともにしてこなかったツケが今年去年と来てるんですよねで若手ヤシの頑張りもちろん大事です ただそれだけでシーズンを戦うのは無理っていうことがもうここ数年分かってると思うんですよやっぱり壁のような選手が必要で若手選手たちもどうしてもパフォーマンスは落ちてきますただそのいい時をどれだけアピールできるかそして長く出場することでどれだけ体力をつけていくかそういう競争相手が必要な中でやっていかないといけません2018年だって源田選手や森選手外崎選手や山川選手らの活躍はもちろん大事だったわけですが秋山選手と浅村選手とはコアがいて最強打線になりました 今いろんな選手たちが戦力化でき始めていますが、やっぱりコアプラスこういう選手、そして当初はかなり厳しかった中で、エノキダ選手、ヒース、マーティンと、しっかり補強したからこそ優勝はできたんですよね。補強の大切さ、そろそろ本当にフロントには動いてもらわないと困ります。選手層が限界に来ています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。